что ты поняла. Thank you.
穏やかなイメージ、それを結びに地球の夜触るとは思っても届かない、届かない、いくら伸ばしても触れない、何ぼしてもフライデしぼんだものために宿すぎるかもしれないから。
肉屋から盗んできた生臭い私にください。その私になれるかもしれない愛と希望に盗みなき無の正月の区役所盗んできた罪よの切れ端を私にください。その印刷さあれば旅の中で一本切って入れるかもしれない。その印刷さあ横浜にあしらわれそこから。
死んだ。一人は嫁の雅子で稼ぎに行った兄のいない好きに夜になれば忍び込んで内股広めさせてもだえさせた。誰の子だかわからなくて雅子は雅子は首吊って死んだ。Thank you.
voy de las¡Suscríbete al canal!
¡Gracias!
山にいる。私たちは何を失ったのか。外にある川屋へ向かう途中止めた足元、月を見るために風を感じたんだ。私たちは何を失ったのか。横笛に止まる蝶、熱い欲に水を持つ。私たちは何を失ったのか。蛇よ、草むらに潜む特徴を予感する幼い警戒心。私たちは何を失ったのか。イノシシの黒い大きな親子の突然現れたか。私たちは何を失ったのか。鳥を冬のか。だがそれらは今私の手の中にある。触れる距離で逃げようともしない冬の水鳥が長い尾を揺らしているのだ。一人霧の腹ついたてたてたあんぼの真ん中で誰も愛していぬ部屋ならば文字が踊るだろう。街の真ん中誰も入れへん部屋ならば文字は紙になる。さよなら闇の中でまた日が出た。日が出たまま一人きりなら月立て立てて田んぼの真ん中で三上さん、ありがとうございました。またやりましょう。皆さんご苦労。